ステップ5。光電脂増媒管これが先の理論の、まあ、肺法の応用になるんですけれども、この光電効果に使いたいんですね。そうすると、うまく使うと、と、単一格子に,に,にはディテクトできるようになるんですけれども、これが、まあ、当たり前にはその光電効果使う,使うので、 各格子のエネルギーレベルが、まあ、あるレベルを超えないといけないんですね。そして、ものとしてはこの形になるんですけれども、真空管になるんですね。その真空管の中にはいくつかのプレートがあるんですけれども、まずはそれが、光に当たるプレートと格子に当たるプレートは2つの種類に分けてるんですけれども、こっちの左側のようにはそれが光が当たるところなんですが、それが、 光電陰極と言いますね。そして、これが、その光電効果に,にはなるんですけれども、一つの光子が、えー、当たると、一つの電子が出てくるんですね。そして、連続的には、いくつかのプレートに,には繰り返して、ね、には電子が当たるんですけれども、そのプレートがダイノードと言いますね。そして、 第一の大濃度が、まあ、例えば 200V になるんですけれども、一つの電子が当たると、まだ、他の電子も,もう放射になってしまうんですけれども、放射されるんですけれども、一つが二つになって、そして、それも倍になって、四つになって、そして八になって、質的には上がるんですね。そしてこれが、ま、あ 電圧としては、最初ののは 200V、400V、600V に連続なんですけれども、最終的には、このコアで電圧でとしては電流になるんですが、その電流が簡単には測定できるようになりますので、この単一格子が当たると、あの、いい電流になりますから、これが単一の格子が測定できるようになります。そして、それの、 感動としてはその二つの,の,のパラメータには依存するんですけれども、まずはそのフォードセンシティビティなんですが、それが応答度なんですね。その応答度としてはそれがが Current Water Power になるんですね。Current が電流なんですが、Power が力でしょう。そしてそれがが P 分の I になるんですが、 あるいはもう一つの,のパラメータとしては、それが、が、quantum efficiency。それが、量子効率なんですけれども、これが、えっと、与える格子の数に,に,によると,と、いくつかの電子が、がに、になるでしょう。で、それが、まあ、あの、この n が、が、あの、数なんですけれども、 n ダが,が、これ、nγ が、これが、光の格子の数なんですけれども、それが、nγ 分の ne になるんですね。で、ne は電子の数になります。そして、これが、エータと呼びますね。で、これが、かなりよく出てくる定数になるんで、まあ、定数ではないんですけれども、この,この変数になるんですけれども、 そして、先の,の2つとしては、それが変換しやすいなんですけれども、この PS はこの形になっているんですが、それが1秒当たりのエネルギーと1秒当たりの電荷によるんでしょう。そして、こういうふうには書けるんですが、上と下両方にはデルタ T がありますから、それが、 消してそして、この、あの、応答度と,としては、これが、が、hν 分の e かける、その、えたになるんですね。そして、これの,の変換にはしやすくなるんですね。そして、これも、もう一つの書き方としては、それがもちろん、その、ν が、ダ分の c になりますから、それが、が、えっと、hc 分の、 eλ× エタになるんですね。そしてこれが単一の格子の最初のディテクターとしては開発しました。